今回の動画は、私も女装をして、洋服屋さんとかで楽しくショッピングしたい。でも、どんな感じでやったらいいんだろうって、女装外出初心者の方の不安を解決すべく、この動画を作りました。洋服が着替えれてメイクができるということを、まず前提としますね。私は、秘密の女装部屋という怪しい部屋を持っていますが、意外と、この部屋が羨ましいと思われる方が多くて、環境からか、やはり、専用の部屋を持ってないとメイクして洋服着替えてということ自体がなかなか難しいというのが実情なんでしょうか。車の中とかでも十分メイクとか洋服を着替えることは可能なので車がいいのではないかと思います。保管する場所が必要となってきますが、大きめのスーツケースが保管庫としてはいいですね。次にハードルが低いのは、やはり車で行ける郊外のショッピングモールです。できれば自分の生活圏外の身バレがまずされにくい場所のショッピングモールがいいと思います。電車で行くのはハードルが高くなるので、初めての女装外出の方はおすすめできません。特に夏とかはただでさえ暑いのにウィッグまでつけているので汗だくになる可能性が高くなり、せっかくのメイクも崩れてしまう危険性があります。時間帯なんですが、これは朝開店直後の1時間か閉店前の1時間が最適です。曜日に関しては平日が一番いいですが、日曜日も朝早くと夜遅くは意外と人が少ないので、人の目を気にせずショッピングできるのでいいですね。駐車場は屋内の立体駐車場となっていると思いますが、人が少ない屋上とか、なるべく上の階がいいです。事前に、ショッピングモールのフロアマップを見ておいて、駐車場の位置と行く洋服屋さんのお店の位置関係を見ておくといいでしょう。結構広いので、うろうろ、無駄な時間を歩くことが少なくなります。エレベーターよりエスカレーターがいいですね。エスカレーターだと背が高い人もそんなに目立ちません。すれ違う時も堂々としましょう。おどおどすることでバレる確率は高まります。フロアを歩く時も猫背にならないように堂々と歩くことが大事です。とは言ってもこれだけ気をつけてるんですが、私もちょっと猫背気味になるんですよね。途中で洋服屋さんとかあると姿見があるので、身だしなみチェックをするのもいいでしょう。さてエレベーターなんですが、なぜおすすめできないかというと、乗る時に扉が開いた時、降りる人がいると至近距離でまともに見られます。これはかなりのプレッシャーでしょう。この時は人はいませんでした。あと降りる時も扉が開いた時に外で待っていると、これまた至近距離になってしまいます。バレる要因の一つとしては至近距離がありますので、エレベーターよりもやっぱりエスカレーターが無難です。この日最初に向かった場所はマジックミシンさんです。この店は洋服のお直しをしてくれるお店です。この時はスカートのウエストが余裕がありすぎたので絞ってもらうことをお願いしたのでした。次に入ったのはアクシーズさんです。ここのお店は有名ですね。やはりこの時間帯はお客さんがほとんどいませんでした。お客さんがいてもそんなに多くないので気にすることはないですね。何よりも他のお客さんはその商品を見るのに夢中で、周りなんかほとんど見ません。お店に入ってしまえば、もう、周りの目なんかほとんど気にする必要なんかないのです。可愛いワンピースが目の中に飛び込んできました。夏らしい柄のワンピースですね。この青のワンピース、めちゃ可愛いです。見ていたら、横から店員さんが話しかけてきました。ここで、大抵の人は、店員さんが近づいて接客すること自体に抵抗がある方が多いのではないでしょうか。ここでは、逃げずに、
積極的に会話をしましょう。まず効果的なのが自分が助走していることを明るい口調で相手にばらすことです。私の場合は、決まり、文句がすぐに男ってわかりましたか？ですが、とにかくまず自分が助走者ということをばらしましょう。これで随分自分も店員さんもより自然体になっていきます。これは店員さんから聞いた話なんですが、店員さんによっては逆にどんなに声をかけたらいいのかわからないという店員さんもおられるようです。でもここで助走者とはっきりばらしたら、珍しいのか笑顔に変わって接してくれる店員さんが圧倒的に多いんですよね。仲良く話してしまえば、もはや男がスカートを履いた姿でこのようにワンピースを鏡の前で店員さんの前で当ててみることなんかも普通になっちゃいます。それから私がどのような好みのタイプのスカートとかワンピースが好きなのか察知してくれて、他のおすすめの商品なんかも教えてくれるんですよね。特にアクシーズさんは店員さんがとにかく対応が良くて、嫌な思いは一度もしたことがありません。接客はどんどんしてもらって、スカートに合うトップスとかは見てもらうのが絶対にいいですね。それにはやはり他のお客さんがいない店員さんも余裕がある時間帯が一番です。見てもらえてわかるようにスカート姿で洋服屋さんを楽しんでるのが見てわかると思います。女性は知らない男の人だとやはり体も大きいので怖いというイメージがあるそうです。でもこんなに足もろ出しで無防備のような状態なので、店員さんも全く身構えることもないのでしょう。いつも楽しくショッピングモードになっていきます。エスカレーターを歩いて登ってしまいました。これはマナー上いけないことなのでやめましょう。洋服屋さん巡りは本当に楽しいです。見てもらった通り接客は大いにしてもらいましょう。ワンピースとかはコーデを考える必要はありませんが、スカートの場合は相性のいいトップスを店員さんが見てくれます。やっぱりバレて当然の気持ちで堂々とするのが一番大事ですね。ということで楽しみましょうね。ご視聴ありがとうございました。これからもこのような動画もアップしていきますので、チャンネル登録をお願いします。